なんかリナのお誕生日って2月7日なんですけど、そのシーズンおもてなし会のリハが連日あって、そのリナの誕生日当日もあったんですね、そのリハーサルが。でも休憩中にサプライズでこうケーキを持ってったんですよ、4期で。でそしたらリナが泣いちゃって喜んで、わあちょっと本当に可愛いですよね。でみんななんかわーってなるじゃないですか、リナおめでとうみたいな。そしたらリナよりも泣いちゃって、嬉しくって私が。それでみんなからなんでタワちゃんが泣いてんのって言われて、もう本当にダメですね。でも嬉しくて本当に可愛いですよ。なんでなんか嬉しくて親心が芽生えちゃってリナよりも泣いちゃうっていう、あの影で影で泣いてるのもダメか。なんかリナの動画撮りながら泣いちゃった。運動会の親で、なんかそんな感じです。なんか成長に感動しちゃってでもなんかリナは私のことを年上だと思ってないのでなんか私とリナって年齢で言うと5歳差なんですかね。5歳差あるんですけど、中学生と大学生ですよ、結構あるんですけど、全然2人で舐められてないですよ、舐められてないですよ。多分リナが上、リナが大人びてるからこの前も回転寿司に2人で行ってでもリナが可愛くていっぱいお寿司を食べたんですよ、2人で。でお腹いっぱいだねって、デザートなんか食べよっかって言って、でもリナその回転寿司屋に入る前からちょっと大学芋食べたくてって言ってて、でも私が他にもなんか、あこれも美味しそうじゃない、これも美味しそうじゃないって言ったんですよ。でいろんなページ見たんですけど、いや大学芋食べられない大学芋が大好きで、回転寿司いいね。そうなんです、結構食の趣味が合うんですかね。なんだろうしゃぶしゃぶとかも行ったり、私がタピオカが大好きなので、タピオカよく行きますよ。すっごい遊びますねリナと